はい、こんにちは、こんばんは、おはよう、これです。この間ですね、新しく、職場の方に2名ほどですね、勇者が入ったと正社員が、入ってきまして、で我々の仲間になったわけなんですけども、で23歳と54かと思ったんだけど、そっちじゃなくて52歳の、方ですね。でそちらの方が名作入社と。で、二人とも、もともと営業職をやってて、23歳の方は、グループ会社の方の営業をやってて、まぁ、ちょっと使い物にならなくて、こっちに、現場の方に降りてきたということで、で、片や、なんか食品関係かな？食品関係の営業をやってたということで、その方が現場の方に入ったということで、ちょっと他のね、自分とは関係ないんだけど、ある製品を作る別の、まあ、LINE の方に入って、その人間が、この間ほら、病気になったやつがいたって言ったでしょ、なんかこう、目の具合が悪いと。で、そいつが入院するんで、そいつの代わりに、まあ、彼が、まあ、入ってという形で、ダブルでちょっとやっていくのかな、しばらくはね。で、その方は、まあ、非常に、なんていうのかな。まあ、営業職をやってて、順応性もありということ、柔軟性もあると。なんとかこう、やっていると。やれてるよということだったんですが、23歳の方、若いホープですよ。で、上級社員になる方なので、我々とちょっと給料形態が違ってくるというね、ボーナスが違うんですよ。だから、大卒以上は上級社員という形になるんで、で、俺みたいに専門学校卒だと短大卒扱い、短大卒以下は、下級社員になっちゃうんですよ。高卒とかね。だから、そっちじゃないんですが、ここが問題。そうやって上級社員になるべく人間が、仕事やらしてみたら、とんでもなかったみたいです。もう泣けてくる。何がじゃあダメなのかって言ったら、まあ最初だからとか、ね、まだ社会人経験が1年ぐらいだからしょうがねえじゃんって思うじゃないですか。もうそのレベルではないです。もうそういう次元のレベルではなくて、もうそれ以前の段階でやばいという感じのね、状況で、例えばほら、自分のやるべきことのものがあるとするでしょ？まあ製造業だとして、これをやってから次これをやってこれをやると、ただ飛ばしちゃったんだよね。何にもやってない状態のものを、製品をできたよみたいな形で、まあ、そこへ投入しちゃったわけですよ。でそうなってくると、もう全然ダメなわけですよ、基本ね。だってやってないんだから。でやってて、この工程が抜けてるって、部品が、まあ、これが足んないならわかるのよ。全部をはしょっちゃって、いきなりやってないものだから、ものがあります。本当はこう加工していくのに、加工しないで、はい、出来上がりました、みたいな感じで流しちゃったそうなんで。で、それを見ていた、まあ、先輩社員というか別に俺と同期なんだけど、ね、半年前に入った、方が見てて、横目でちょっと見てたわけですよ。まあ、怪我したりしたらやばいし、強く、なんかこう、ね、言っちゃったら、パワハラとか今や問題になるから、もう口出したくないと、その方もね。で、別に教える義務はないよ。もっと教えるべきやつは他にいるんだけど、で、そうじゃなくて、同じたまたま横で作業している人間で、なんかね、早いなと思ったんだって。だから速さは要求してないのよ、別にここの会社はね。勝手にみんなが個々に頑張ってるだけなんで。で、それで、その23歳の方が、なんと、何もやってない無加工のものを、加工済みという形で、進めちゃったもんだから、まあ、製品になってないからいいんだよ。世に出るわけじゃないから、出荷されてないから、社内で、ちょっと問題になっただけの話なんで。で、そういうのもあったり、あとは、まあ、例えば、5工程あるもので、1工程で4工程すっぽ、すっ飛ばしちゃったみたいな。
1工程やって、2、3、4、5。2、3、2、3、4、5を、すっ飛ばしちゃって、そのまま、なんかやってたみたいなね。仕上げちゃってるみたいなのがあって、おいおいおいみたいな。で、それ説明したいね、みたいな。まあ、作業手順書というのがないので、まあ、ちょっとあれなんですが、ただ、そんなにすんなりいくわけじゃないじゃないですか。5工程もあったら。1工程で終わりなわけないんだから、こんなのは、工場経験がなかろうがあろうが、関係なくて、多分、ADHD だとかいう系なのじゃないかと。周りがね、周りがちょっとざわついたわけですよ。俺は全然違うフロアでやってるんで、その話を聞いて、おい、やべえやつだったんだ、みたいな。すごい真面目な子なのよ。真面目で、おとなしくて。だけど、なんかね、人の話あんま聞いてないみたいで、俺も上っ面だけしか知らないから、全然そういう風に見えない普通の方なんですけど、いや、23歳で、これの状況、こんな人間だったのみたいな、言ってました、周りが。俺らが23の時ってこんな状況じゃなかったよねって、もっとやってたよねみたいな、そういうのちゃんとやれてたよねって。で、説明を受けたらそこでメモればいいわけじゃない？何やって何やってと。そのメモもね、なんかね、取ってないみたいで、もうダメだなって。うん。まあ、営業使えなくて現場に回されたというところで、まあ、だろうなみたいなね、ところもあったわけですよ。で、作業が初めてだって言ったって、わかんないんだったらちゃんとメモを取るべきだし、メモを取んないなりに、なんか今だったら画像でもいいわけじゃないですか。スマホでね。まあ社外費ですよと。会社外には持ってかないけど、自分が学習するためにちょっとこう取って、ね、それ絶対表に出しちゃダメだからね。で、それ撮影禁止とかっていうのは、この会社はないので、できるんですよ。自由に。いかようにもできるんだけど、ただやっぱ外持ってっちゃダメよっていうのはありますけどね。だからそういうのもなんか、あんまり考えてねえんだなっていう。何して生きてんだと。そんなことはね、言いませんけど、直接は。まあ腹の中ではみんな思ってるわけですよ。やべえやつ来たな。せっかく来た若手のホープ。まあ上級社員ですよ、しかも。これから我々っていうか、まあ俺もそんな長くはないけど、上司になる。人間ですよ。上長になる人間ですよ。これから主任、係長、課長、ね、部長と上がっていく人間なんですよ。将来有望な、人間なんですが、まあ、そういうクズが成長してくれりゃいいんですけど、成長しないまんまクズが育ってって、で、その今の会社の流れね、まあ、クズがいっぱいいるわけですよ。で、そいつらと同じようになって育ってっちゃうと、もう歴史が繰り返されるわけで、やべえなっていう。まあ別に俺はそこでほらずっと言おうとも考えてないんで、ここにね、ここに言おうとも考えてないんで、まあ勝手にすればっていうところなんですが、まあそういう危惧される部分がね、あるよということで、まあ面白いなと、今後どうなっていくのかなっていうね、まあ彼の成長のために、まあ見てみたいなっていうところもあるし、なんかこう、染まってほしくないなと。まあここから化けて、すごい切れる、ね、できる社員になるかもしれないしね。わかんないよ。ここはまだ、入り口を見ただけだから。で、まあ、治んなければとことんやべえやつだなっていうね。もしかしたらその ADHD 持ってるね、方なのかもしれない。だから、一つのこと以外はできないって。だからまさにそれなのよ。本当に一つの工程だけしかできてないし、まあ、下手な、もう一個は飛ばしちゃってるけどね、全部。やってないのに、はい、終了みたいになっちゃってたりするんで、いや、それがまずいだろうと。まあ、どうなるかね、わかりませんけど、やっぱりその会社のレベルに合った人間が、まあ、いたんだなっていうね。我々転職組はわからないじゃないですか。とりあえず採用されてタイミング的にね、他の会社がちょっとダメだったから、ここに、ね、流れ着いたっていう人ばっかりなので、話を聞いたり、実際に作業を見てみると、まあ、まともというか、だから面接でも、いや、なんかまともな人が来たって言われたわけですよ。だからまともじゃないやつでも、まあ採用されて、なんとなく
人区、一人区として見なされて、なんか やらされるみたいな。で、それが別に遅れても怒られないしみたいな。なんか終わるまで帰るなみたいなのもないし、なんか次の日でいいやみたいな、帳尻合わせながらやってたりとかって、まあだらしない、ところがあったりするんで、なんだろうな、この会社と思ってて。だから俺は普通に作業してるつもりなんだけど、みんなから見ると早いわけですよ。そんな早くやんなくていいよって言われるんだけど、やってるつもりはないんでね。だそれぐらいの、まあ、ちょっとレベル なわけです。まあそう言ってて、そこにいるんだからお前も同類以降だろっていうふうに言われちゃったらそれまでなんだけど、いや俺はまあ違うよってことを頭に常にね、置いて、念頭に置いて、俺は他の会社を受けるために、今のこの業種のね、未経験の業種を今マスターをする。マスターをしようということで今やってるだけのことなんで。頑張ってるわけじゃないんですよ。その会社のために頑張ってるんじゃなくて、自分のために頑張ってるっていうか、早くやってるっていうだけで。まあ自己満足みたいなもんですよ。だからそれで俺ができると言ってるわけじゃないです。できる人間じゃなくて、だってこうやって落ちぶれてるわけだから、別にできる人間でも何でもないわけですよ。皆さんと何も変わらない特別なね、存在でもないし。まあまあ逆に言えば、皆さんよりも俺は、下だと思うんですよ。もう、落ちぶれてる社員みたいな、落ちぶれてる社会人みたいな感じだと思うんですけども。まあそれはほら、個人個人、自分が思ったものがそうだとし、ね、そういうことになるわけだから。だから、まあでも俺自身は別に自分をクズだとかも、とも思ってないので、今ちょっと骨休めだなというところで、もう一回ちょっとまた浮上するために、今狙ってるという形になりますんで、で2023年にその、俺の目標として、そこが求人が出る予定なので、そこへ、まあ応募しようかなと。で、経験者枠ということで、年齢的にはアウトなんだけど、40代以下、だから30代だよね。40代未満って言った方がいいのかな。採用だからそういう30、20代、30代の採用が基本 未経験でね。未経験者は、30代以下から、以下は取りたいと。で、40、50とかになってくるともう経験ですね。で、それも、しかも少ない枠。1名2名、まあ、取ってもいいかな、経験者だしなっていうぐらいの、それを狙ってるわけですよ。まあだからちょっと危険な賭けというか、だからそこがダメだったら他を考えなきゃいけないんで、また同時進行で、別の工場関係の正社員の仕事を今見てるわけですよ。あったらちょっと受けて、良さそうなのあったら受けて、この間いいかなと思ったんだけど交代制だったんでやめました。工場関係で、正社員でね。全然応募できる60歳以下と。で、活躍中は40代が活躍中だったんで、まあギリ。ね。ギリかアウトか分かんないですけど、まあ経験者だったら入れるかな。まあ経験者だったんで、受けれるかなという状況でした。まあちょっと話がね、ずれましたけども、そういう新しく入った方で、若い方の方が、ちょっとやべえやついたという感じのお話の動画になります。まあ、ちょっと行く末をね、見ていきたいと思います。また皆さんに報告しますんで、楽しみにしていただけたらと思います。それでは皆さんごきげんよう。じゃあね。バイ。